では奴らの元へ送れる人数は限られている。今この任界で我ら以上の忍びはいまい。ボルト、これを渡しておく。これってボルト、母ちゃん。ボルト、絶対連れて帰る。約束だってばさ。サラダ、ミッキー、みんなを頼むぜ。ボルト、お父さんもよろしくね。しぶとい、この程度しか引き抜けんとは。悪いな、そう簡単にはいかねえんだよ、俺ら忍者ってのはな。サスケ、お前まで、なんで。いろいろあってな。ま、忍者になったってことさ。まるで自分の影分身を見てるみてえだ。俺、ちったかっこよく見えっかな。前よりはな。少しは前の俺を見ててくれたんだ。今まで、すまなかった。これからは、今まで通りでいいってばさ。え？ただ、たまに会った時は、説教じゃなくて、父ちゃんの昔の頃のことを教えてくれよ。あ。下等生物。お開始。やつの能力が足りないのか。わずかな隙も見せるな。了解だ。貴様らは勝つ。雑魚は雑魚らしくさっさと消えろ。やめの手力。かなりの規模だ。だが、つけいる隙がないわけではない。そこをつけば我らの勝利は近い。めっせ、生きるぞ。全部完了だ。これ殺されている。これはどういうことだ。キャラ、分かっているな。このチャンスを逃さず。準備完了だ。そこ当たらん。雨の手力だ。捉えた。力による慢心、その心が大きな隙を生む。相手がいかに強大だろうと。貴
のような下等生物に我が己貧しけ桃式様さあ桃式様私のチャクラも食らう時が来たようです。我が親役がかつて私に力を委ねたようにためらわれる。当然だ。時には到底届かぬ神の力だ。神の力か。そんじゃあいつに教えてやらねえとな。その神の力より強え忍びの力ってやつをよ。ああ、奴の攻撃は不可能がある程度防ぐ。お前は攻めることだけを考えろ。我にも勝てると思っているのではないか。我を恐れていた小さき者に過ぎぬ。我こそが強者。我の上に立つ者は誰もいない。当然はそれだけか。それほど言うのならば行動で勝負を。もっとも俺たちから見ればお前はかぐや以下の小さき者だから。キツネなめな我の誰が潰してくれるクラバの力なめんじゃねえぞ。分かってるとはよ。ここから鍛えます。これが我の力。驚き下等生物。俺らを
越えられない壁なんてねえってよ。俺とサスケ、二人ならなおさら、てめえの岩なんざぶっ壊してやる。師匠を信じろ。お前は本当は強い忍びだ。俺はナルトに負けたが、お前はあいつに勝る男になれる。普通の螺旋岩じゃない。いきなり性質変化の加わった消える螺旋岩だ。だから何だというのだ。先ほどの幼稚な仕掛けはもう分かった。もはや我には通じぬ。しかし最後の望みをその小僧に任せると、かくも愚かなものか。見よ小僧の腕を、震えているではないか。そんな腕で我と対峙するというか。そりゃこん
な戦い初めてだし、正直怖え。体も震えちまうってばさ。けど父ちゃんたちはそんな経験をいっぱい積んで、そんですっげえ強え忍びになった。だったら次は俺の番だろ。俺は忍びだ。この葉隠れの渦巻きボルトだ。もう忍びであることを俺は曲げねえ。ザリガー、我に向けて抗弁垂れるなど全然早いわ。勝つ。貴様らを首にひねり潰してくれる。俺はお前に勝つ。みんなと一緒に戻るんだ。我の前に立つな。父ちゃんのおかげで奴はボロボロ。このチャンスを逃せろ。いけるな。ボルト。
のに、どれだけの。負ける気がしねえ。行け。今度の勝負は俺の勝ちだな。ん？忍びの本質は変わらない。お前のガキだとしてもな。ボルト。そうだよな。俺は四代目の時とは違う。今ここにいるほかげだ。だからこそお前の成長を見守っていける。これからもずっとな。新たに出現した脅威に対し危機を迎えた忍界ですが、七代目火影や各里の影、そして七代目のご子息渦巻ボルトさんの活躍により無事事態は解決に向かいました。さて今回の騒動では大きな被害を受けましたが、同時に新しい発見もありました。それは忍界に育つ新しい力です。ボルト、ちゃんとリングは持ったの？やべ、忘れてた。今の忍界では先ほどご紹介したつうか父ちゃん、父ちゃんも忘れ物。おう、サンキュー、ボルト。お父ちゃんもお兄ちゃんも忘れん坊さんだね。本当だね。初代から続くこの歴史あるこの花の里を、じゃあ行ってくるってばさ。行ってきます。導いてくれるでしょう。行ってらっしゃい。そう、これからも私たちは若き力とともに、これから任務か、一歩歩んでいくのです、ね、父ちゃんも仕事頑張れよ。おう。次はお前たちの番だ。頑張れよ。Thank you.
ここに名もなき巻物あり。うちに記すは未だ結びの見えぬ物語。かつて忍界を紡いだ男のその軌跡に続く少年の道。時に交錯し反発し、それでもなお前へ進む。かくして小さき忍びの道は未だ結びにたどり着かず、いつしか名をつける時、その時にまた少年の旅路を振り返ることとしよう。故にこの物語に名前はない。今はまだ名もなき忍びの物語。